時こそ一人前の忍者は忍法を使うのよ。忍法、そのクレヨンいかだを使ってサンさんだけの忍法を作り出してみて。僕だけの忍法、そうか、いけ。虫忍法クレヨンいかだビーム。なんだと、サンさんすごい、やるじゃないサンさん。もうダメかと思った。これが僕の力だ。ちくしょう、覚えてろよってなると思ったか。堂々の1対1はどうしたのよ。そんなこと言ったか。ナイズの約束破り、卑怯者。うるせえ、勝った方が正義だって言ってんだろ。どうしよう、僕一人じゃさすがに。お前ら、サンさんをやっつけちまえ。うわぁ、サンさん避けて。無事に一歩蹴りかぶったろっか。うわぁ、おい、不意打ちは卑怯だぞ。へへーな、だって勝った方が正義なんだろ。くっそー、お前らいつまで寝てんだ。立ち上がれ。ありがとうビービー、まだ気は抜けないよ。うわー、また囲まれた。あは、サンさん助け立ちするわ。つくもう、おー、背中を任せろーい。うむりん、どいつもこいつも俺様の邪魔をしやがって。こうなったら、全員まとめて成敗してやる。行くよ、みんな。ラジャー来たわね、虫忍法手裏剣ラッシュ。はっ、忍法スペシャルバナナアタック。クマリン、おいやあ、僕の武器がでも、これがあれば、いくらでも戦えるぜ。いやー、あれ、クモリンは助けてー。クモリン、なんでこんなところに虫人形の檻が。助けてー、考えてる場合じゃないや。クモリン、サンさん、ニッポ、変わり身の術。死人四天王がやったぜ、イエーイ。まだ残ってるわよ。ちくしょう、ノイズ。これでとどめだ。虫忍法さよなら角返し。くぎゃー、くっそー、もう少しだったってのに。覚えてろよ。勝った。みんなの大勝利よ。宝はすぐ近くみたいね。もしかしてあれだ。そうだ、そうだ。お宝が空の彼方へ。せっかく見つけたのに。サンさん、なんで笑ってるの。僕たち本当のお宝をもう持ってたみたいだね。どういうこと。ここまで来れたのはみんなのおかげだよ。頼れる仲間の存在が本当のお宝なんだね。気づかせてくれてありがとう、ソードおじさん。なんでー、サンさん。みんなの好きな虫人は誰かな。コメントで教えてね。楽しかったらチャンネル登録ぜひ。ベルを押すと新しい動画に一番乗りできるかも。目指せ100万人。小枝ちゃん、手作りコモの大賞。小枝ちゃんのおもちゃにオリジナルの小物を合わせちゃおう。お散歩楽しいね。え、もっとお花が見たい。確かにお花があればお散歩がもっと楽しくなりそう。今日は花壇を作るよ。みんなもパパとママを誘って作ってみよう。まずは粘土。
するよ。定規を使って形を整えるのがコツ。土のところをヘラでくぼませるよ。うん、花壇の形になってきた。お花を刺すために爪楊枝で穴を開けるよ。ポンポンポンポーン。そしたら花壇に色を塗っちゃおう。花壇は好きな色で塗ってね。僕はピンクにするよ。次はお花をたくさん作ろう。花びらになるように小さいやつをこねこね。形を作って茎は長細くこねこね。花びらは好きな色で塗ってね。茎は緑。できたら花壇の穴にお花を植えよう。ママにも見せてこよう。ここでクイズ。僕はお花を何本植えたでしょう。答えはコメント欄で教えてね。ある日、小枝ちゃんは願い事をしました。サンサンキッズ TV のみんなと遊びたい。見てくれてる子供たちとも。できたのです。おはよう、小枝ちゃん。おはばんだな。小枝ちゃんの木のお家、僕たちもお邪魔していい？お家にエレベーターがあるなんて。お邪魔します。あ、小枝パパに。小枝ママだ。木の実くんとこのみちゃんも。リスちゃん、にぎやかでとっても楽しそうだね。早速小枝ちゃんはあの願い事をサンサンたちに伝えました。サンサンキッズ TV を見てくれている子供たちとも遊びたいと。だけど、あるはずのお部屋が一個もないだって。じゃあ僕たちが小枝ちゃんのお願い叶えてあげようよ。お部屋を集めて木のお家を完成させる。そうすれば見てくれてるみんなもこの木のお家で遊べるようになるよね。こうしてサンサンたちと小枝ちゃんのお部屋を集める旅が始まるのでした。おはやっほー。毎週土曜日、僕と小枝ちゃんの動画を配信してるよ。僕たちと小枝ちゃん、それからたくさんの仲間たちが登場。木のお家を完成させるために小枝ちゃんと大冒険。ぜひ見てね。今日のお絵かき。新しい動画をお届けするよ。使って
欲しいおもちゃがあったらコメントで教えてね。これどんな遊びしたっけ。